はい、皆さんこんばんは。お久しぶりでございます。ベルーイさんです。いやー、今年はねめっちゃ暑いですね。皆さん、熱中症対策しながら、暑いですけど過ごしてくださいね。さあ、始まりました。飲食店業界の皆様、盆のね忙しい時期がやってきました。皆さんね、暑さに負けないようにね、無理なくね頑張っていきましょう。ほんまにね、今日忙しかったです。ほんまにもうね、ほんまに飲食業界で働いてる人はね、ゴールデンウィークと正月とで、まあお盆ね、もうほんまにね嫌でしょ、正直言うて。まあそれなりにやってね、頑張ってちゃんと色つけてくれるような会社やったらやりがいもあるけどね、まあそうじゃないところもあるじゃないですか、いろいろとね。まあ愚痴を言うたら24時間って足らへんけど、まあとにかくね頑張っていきましょう。それとやっぱりお盆といえばお墓参りとかも大事なんでね、行ける方はねちゃんとねご先祖様のことをね祈って、お墓掃除したりとか、そういうのしてくださいね。まあ自分はまあねいろいろと事情もありまして、自分の親のお墓参りとかもやったことないですけどね、まあできる人は極力やってください。今現在自分らがね、普通に過ごせてるのは、ご先祖様のおかげもあると思います。俺もそう思ってます。俺は何もしてないけどね、けどやっぱりね変な宗教やってるわけじゃないけども、何かあった時に切り返せる、やっぱりそういうところはね守ってもらってるんじゃないかなと思います。ご先祖様に感謝です。まあ今何や、地震とか南海トラフの地震とかそういうのがありますけどね、皆さんそれぞれね気をつけて、お過ごしください。まあねそういうのをちゃんと地震が起きた時にどうするかっていうのをねちゃんとしとけばね、被害もね少なくなると思います。はい、それではね頑張っていきましょう。また次回ねライブ配信した時ね皆さん遊びに来てください。お疲れ様です。